皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。さあ今回もですね、セルシオですね、30系が出た当時の情報をもとにですね、今回はセルシオの当時のライバル比較ということで、お送りしたいなと思います。さあ当時ですね、30系発表した時に登場した雑誌を手に入れて、それらをもとにですねマニアックな情報をお届けしてまいりたいと思います。さあ今回比較するのはこちらの車と、あとジャガー XJ も入っているかと思いますけどもね、まあちょっと外車に関して私ね詳しくないものですから、スペック表などをもとにですね、お話ししていけたらと思うんですけども、さあ今回ですね、セルシオ含めて5台、に絞って、お送りしていきたいなと思います。さ あどんな比較になるのか、まずですね、お値段ですね、ざっと比較してまいりますけども、セルシオの最上級グレードですね、 CF インテリアセレクションでも730万円で購入できたんですね。さあ他のですね、メルセデス BM ジャガーキャデラックを見てみると、キャデラックはまあ比較的あれですかね、こう見るとまあセルシオと似たような感じといったところですね。メルセデス BM ジャガー、まあ、XJ、まあ、1000万級ということですね。さあ、外装ですね、比較に行ってみたいと思いますけどもね。はい、まずセルシオですね、セルシオ C 仕様ですね、まあ、まあサイズ的にはね、どのぐらいのも同じですよね。車両重量が1840ということですね。全長5メートルなかったんですね、後期モデルになって、5メートルを超えたといったところですかね。さあ、まあスペックなんかも書いてありますけどね、 A 仕様 B 仕様っていうのはバネサスでということですね、ヨーロピアンテイストの走行性能を目指した ER バージョンもありましたと。 C 仕様が A サスでしたね。さあメルセデスベンツ S430 ですね、こちらも重量的にはセルシオと同じような感じでしょうかね。で全長5メートルを超えていましたというところですね。さあサイズはこちら前の方よりも小さくなったですね、メルセデスベンツ S クラス、重量も軽くなったとということですね。さあそして BMW740i と、あ BM の方が重かったんですね、お見と1900キロということですね。 740i の他にも750というモデルもあって、こちらですね、昭和ドリブンそうでしたモデルで5メートルを超えるモデルもあるといったところですね。さあそしてジャガー XJ ですね、こちらも、まあ、1.7 トンぐらいの重量で、まあ、5メートル超えですからね、かなり長い、ボディを持っていた V8 搭載のジャガーということですね。さあ続きまして、横方向から見ますと伸び伸びとしたデザインですよね。はい、続きましてキャデラックのデビルですね、で全長は5メートル超えですね、重量も 1.8 トン超えとというところで、V8 4.6 リッターエンジンですね、アメリカらしい堂々たるサイズ感ということですね。まあセルシオはね世界展開のモデルではあるんですが、日本で使った時の利便性も考慮されているんじゃないかと、いったところですね。ライバル車として登場した、まあ、ほとんどはですね、まあ、お値段が高いなということが書いてありますね。まあ、それに比較するとセルシオの新車価格が安かったと
さあ次インテリア比較に行ってみたいと思います。まあ、セルシオこの時ですね、30K になってセミアリニンレザーなね投入いたしましたけども、さあ、まあ、世界と比較してみるとどうだろうかっていうのは書いてありますね。さあまずセレクションですね。インテリアセレクションというのは上級グレードでセミアリンレザーなどですね、豪華な内装を備っているモデルですね。さあ身長190の人でもヘッドクリアランスに余裕があるリアシートということで、まあ前回の動画でも言ったんですが、背が高くなってですね、30系になってなんでヘッドクリアランスはまあ余裕があるかなといったところですね。さあメルセデス・ベンツ S430 ですね。まあこの頃からクロージングサポーターなんつって、まあイージークローザーですか、まあこんなのがついてきた時代であったということですね。まあ豪華ですよね、こう見ると。でも時代的にこうなんとなくインテリアの雰囲気とか、まあ、似通った雰囲気を感じますよね。はい、 BMW740i ですね。すごいですね、これコタハンク容量比較というかね、BMW は3つまでしか入んなかったと言ったとは書いてありますけども、まあ、大体トランク容量500リッター前後だったんでしょうね、当時はね。さあこうなんだろう、端正なコクピットというかね、まあ、派手さはない感じですかね。 BMW アルカンタラナッパーレザーの M スポーツシート、ね。まあ、メーカーによってですね、内装の質感、革の特性など変化させていたということですかね。じゃあ XJ、見てみたいと思いますけども、これは V8 のモデルですね。トランクは意外に狭かったんですかね、400リッターということで、まあ浅かったんですかね、なるほど。まあ V グレードすると 3.2 リッターだね、4リッター、まあ分かれていたようですけども、この内装ですね、このリブラザーズ社製の上質なレザー、ウォールナットの調和、見事なエンティア、まあめちゃくちゃ豪華ですよね。まあ、のりおさんの、ジャガー XJ も見ていますけども、もうめちゃくちゃ豪華ですね、素晴らしい。これはキャデラックですね。フロントシートは3人掛け仕様、3人掛けなんですね、フロントね。まあ、このあたりちょっと、まあ他の国、日本も含めてですね、ちょっと違うかなといったところですもんね。まあトランクも広かったみたいですね。まあ、室内も広かったという、ことですね。まあアメリカンビッグサイズっていう感じでしょうかね。こちらのモデルまだね、私よく見たこともないし乗ったこともないんですけどもね、興味があるモデルではあります。さあ総評書いてますね、居住性ラゲッジ装備類はセルシオにアドバンテージがあるかなと。セルシオのインテリアは操作しやすいと書いてます。確かに特に考えなくてもね、非常に操作しやすい配置になってますね。さあゴルフバッグが何個詰めるか対決みたいな ありましたけども、トランクルームの開口部が広く横に長いものを詰めるのもセレシオの特徴だと。ちなみに4個プラスバッグは悠々と収まる。まあセレシオは、まあ、確かにトランク広いと思いますね。うん、まあ結構重要なポイントかなとも思いますけども。さあシャシー、エンジン、サスペンション、メカニズムですね。セリシオ3代目になって 4.3 リッター V8 ユニットが搭載されるようになりました。さあじゃあ世界と比較してですね、研究に研究を重ねたパフォーマンスはいかがなものかとということですね。さあこちらセリシオの V8 4.3 リッターですね。280馬力、マックストルクに 43.8
ということで、まあ、280馬力規制のね最後の方のモデルということで、まあ、本来であればねもっとパワーは上げられるのではないかと思いますけども、まあ、それよりも、まあ、燃費もよく静かでという、エンジンですね。こちらメルセデス・ベンツの E430 に、搭載されて 4.3 リッター V8 スペック同じぐらいになったんですね。こう見るとね、ベンツも279馬力、ということで、このあたり、出力的には横並びだったのかなと。まあ今だいぶ違いますね、現代になると。まあそのグレードによってですけどもね、だいぶあのパワー差はあるかなと思いますけども。さあ BMW740i 搭載される 4.4 リッター V8 ユニット、ああ286馬力ということで、まあだいたいまあ似通ったスペックだったんですね。ジャガーに搭載された4リッター V8 ユニット294馬力ということで、あ、まあ、こちらもだいたい同じようなスペックだったですね。キャデラックの 4.6 リッター V8 ユニットということで、まあ、この5台ともだいたいパワー的に同じだったんですね。あ、なるほどですね。まあ時代の背景、まあ、大体このようなスペックだったっていうのが分かりますね。セリシアの 4.3 リットル V8 ユニットはライバル車とどう違うか。あと燃費がまあいいんでしょうね。SA12 年度排出ガス基準の 75% 低減を達成しているのいるといったところで、まあ、ただただハイパワーハイトルクじゃないよといったところですかね。まあ、シャシーはボディ剛性をさらにアップしということで、まあ、30系専用のボディですね、開発してということで、まあ、全くですね2代目とは違うボディですよということですね。さあ、まあヨーロッパの車、アメリカの車、日本の車でね、やっぱりあの走行するシチュエーションも違いますからね、車作りも、まあ、もちろん違うとってところですね。さあ、まあ国内で、まあ、乗るっていうことに特化するとですね、まあ、セルシオは非常にバランスがいいかなと思いますね。まあある BMW ですね、7シリーズ、まあ、ちょっと乗せていただいたことがありますけど、まあ、ちょっと、まあ、街中では硬さを感じるといったところもありましたしね、まあ、それが良さでもあるんですけどもね、まあ、あのドイツ国内と日本国内、それからまたアメリカだと、まあ、全く使用環境が違ってきますからね。まあそのあたりで、まあ政治はさすが日本国内で作られたということで、日本でも非常に扱いやすく静かで快適でという、車作りになっているといったところではないでしょうか。まあ、こうしてですね、いまだに、まあ、30系ですね、前期後期ともにですね、20年経った今でも元気に走っているということはね、まあ、高品質の証なのではないかなというふうにも思いますね。まあ今こうインテリア見るとね、まあ最近のこのデザインと全く違うというかね、まあなんだスタンダードなデザインというかね、派手さはないけども、まあ、高級なパーツを使っていますよといったところは分かるかなと思いますね。スタイリングも、まあ、あの派手さはないけども見飽きることもないというね、ナイスなデザインじゃないかなと、まあ、名車と呼ばれるにふさわしい、端正なデザインをしているかなと思いますね。今回はですね、当時のライバル車と比較してみようということでですね、外車4台と比較してみましたけどもね、なんかあのイメージ的に言うとベンツとか BMW ね、パワーもっとこう上なんじゃないかなっていうイメージだったんですけどね、大体同じだったんですよ当時はね。はい、ということで
今回もですね、30系セルシオ大好きな秋さんに録画マニアックな情報をお届けしました。また次回ですね、違うところにスポット当ててお送りしたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。